第二代、ブロイ公爵ビクトル・フランソワは、フランス王国の貴族、軍人、後に、フランス元帥。ビクトル・フランソワは、青年期から軍人としての道を歩んだ。父の初代ブロイ公爵、フランソワ・マリーと共に、ポーランド継承戦争で、従軍、1734年のサンピエトロの戦いと、グアスタラの戦いに参戦した。同年、大佐に昇進した。 オーストリア継承戦争では1742年のプラハ包囲戦に参加し、順勝に昇進した。1744年と1745年にライン川での戦闘にも参加した。また1745年には父が死去したため、ブロイ行為を継承した。その後、少将に昇進して、モーリスド・サックス元帥の下で、定地諸国を転戦、ロクールの戦い。 ローフェルトの戦い、マーストリヒト包囲戦に参加した。終戦の時には中将に昇進した。7年戦争では、デストレ皇、スービーズ皇、コンタード皇の下で働き、ハステンベックの戦い以降のすべての戦闘に参加した。1759年のベルゲンの戦いで、カール・ビルヘルム・フェルディナント王子に勝利したことで、フランス王ルイ15世により、フランス元帥に除され、 神聖ローマ皇帝フランツ一世からは、ライヒスフィルスとの称号を与えられた。その後、民伝を占領したが、コンタード皇の下で戦った民伝の戦いでは、敗北した。プロ以降は、指揮を引き継ぎ、翌年のコルバフ派の戦いで勝利したが、1761年のフィリングハウゼンの戦いでは敗北した。戦闘での不面目により、 ブロイコーは戦場から遠ざけられ、再び呼び戻されたのは1778年にフランスが13植民地に味方してアメリカ独立戦争に参戦した時だった。フランス革命では革命に断固として反対し、重要な役割を演じた。彼は1789年7月にベルサイユで軍を率いた後、フランスから亡命し、1792年に短期間。 フランス亡命軍を率いた。ブロイコーは1804年にミュンスターで死去したが、長子のシャルル・ルイ・ビクトルが恐怖政治時期の1794年に処刑されたため、孫のビクトルが行為を継承した。ありがとうございます。